サンクトペテルブルクのボリショイ・ゴスチーヌイド・ボール。ゴスチーヌイド・ボールは、ロシアの主要都市に作られた大きな伝統的な市場の建物で、様々な商人が店を出せるようになっている。多くは新古典主義建築の建物である。直訳すると、商人の宿の名の通り、中庭を持つ形式の建物がほとんどで、かつては中庭部分は倉庫であったり、荷物置き場として使われていた。 ボリショイゴスチーヌイドボールはネフスキー大通りとサドーバヤ通りの角にある。1757年に建設が始まり、52000平米、あり100軒の店が入った巨大な2階建ての建物で25年かかって完成している。この建物は続けて増築が行われて、20世紀には170軒の商店になったが、人々の好みはパサーシュと呼ばれる。 ネフスキー大通り向かいにある赤抜けた市場へ移っている。しかし21世紀になって、さらに集築が行われて、今でもサンクトペテルブルクの主要市場の機能を果たしている。ボリショイゴスチーヌイドボールは、ノブゴロドイキなどの定期ツアーバスのチケット販売所、初着地にもなっており、また近くに同名の地下鉄駅もあり便利で、 観光客にもおなじみの場所である。なお、この建物の西隣で、サンクトペテルブルク経済大学とグリボエドフ、運河にも囲まれた建物はマールイ・ゴスチーヌイ・ドボールと呼ばれている。もともと1790年代に認可銀行として建てられてもので、その後商業施設になっている。モスクワのスターリン・ゴスチーヌイ・ドボールスタールイゴスチーヌイ・ドボールは、 赤の広場にあるグム百貨店のイリンカ通り向かいにあり、もともとここは、クレムリン脇の商業地区、北イゴロドであった。1590年にレンガ作りの建物が建てられ、1638から41年に大改修が行われている。現在の建物は、エカテリーナ2世1世の1789年に、新古典主義建築の様式で設計されたが、建設は、 彼女の死後に始まり、1805年に完成している。1812年の対ナポレオン戦争の際の、モスクワ大火で焼け落ちたが、1925から30年に修復された。その後も様々な改築が行われて、ロシア革命以降の1923年には、内部が小さな事務所に改築された時期もあった。1995年には、 ガラスの屋根に改築されて、モダンな百貨店風になった。ありがとうございます。